牛乳に相談だ。の上り牛乳に相談だ。は、中央落農会議が2005年7月から2010年3月まで若年層の牛乳離れを食い止めるために言っていた牛乳の消費拡大キャンペーンである。落農をはじめとする乳業は2兆円を超す規模の産業であるが、近年、飲用牛乳の消費が減少しているため、業界では消費拡大に取り組んでいる。 このキャンペーンは、そのような取り組みの一つであり、特に若年層を対象としたものである。キャンペーン費用は5年間で約40億円に達し、必要な資金は全て全国の落農家からの拠出金により賄われた。大手広告代理店の電通が手掛けていると言われ、具体的な広報の手段としては、専用ロゴの作成、CM の放映、駅張りポスターの検出、イベントの開催、 専用ウェブサイトの公開等が行われている。2010年6月30日の中央酪農会議による発表では、キャンペーン認知度、好感度は高かった一方で、飲用牛乳の消費量減退の解消には結びつかなかったと結論付けている。当時の中央酪農会議事務局長の前田博史は、牛乳の消費減退トレンドに対して有効だったかどうかはわからないが、キャンペーン自体は、 大きな成果を上げたと総括した。2005年度から2006年度には牛乳を飲むことによって体が強くなるといった現実的な効果を誇張して表現したり憧れの素敵な男性に助けられる等の高等無形な効果をコミカルに表現することにより牛乳のイメージアップを図りその必要性を訴えるテレビ CM が放映された。2006年3月までは 首都圏を中心に広告展開し、テレビ CM はそれに加え、福島県、高知県でも放送していた。ただ、2006年トリノオリンピックの中継番組のスポンサーを務めたため、この時は全国で主張できた。2006年4月以後は全国主要都市で展開された。サナダーチ氏がディレクターを務めたラブレター編は2006年間の国際広告祭で、 同賞を受賞している。2007年度は牛乳に相談だ。と思ったら冷蔵庫にないから買いに行こう。のキャッチコピーで中高生とその母親を対象に牛乳の購買、飲用を促すアピールを行った。2008年度はヘルシーダイエットは牛乳に相談だ。のキャッチコピーでダイエットには牛乳が効果的であることをアピールした。2009年度は 100%国産牛乳に相談だ。の、キャッチコピーで、日本で流通している、飲用牛乳はすべて国産であることをアピールした。2007年9月3日より、牛乳甲子園なる携帯電話で参加する、クイズ大会を開催。ABCDE、牛乳に相談だ。5カ年キャンペーン活動報告、平成17年度、平成21年度から、 中央落農会議2020年4月13日、閲覧。ABCD、牛乳に相談だ。5年間を総括認知度 L も消費減退は止められず、中央落農会議、農業共同組合新聞、2010年7月1日。メインは、携帯、牛乳に相談だ。キャンペーンサイトが、リニューアルオープンマーケジン、2008年9月3日。 abcde 牛乳消費安定、飲用需給構造改善事業、牛乳に相談だ。キャンペーン、中落ボイスボリューム29牛乳、消費拡大促進事業、牛乳に相談だ。キャンペーン、中落ボイスボリューム30牛乳に相談だ。キャンペーン19年度は、実需につなげる手法を展開、中落ボイスボリューム37牛乳に相談だ。キャンペーン、 牛乳に相談だ。20年度は、中高生の健康上の課題であるダイエットに対し、牛乳の機能を、訴求、中落ボイスボリューム42。ありがとうございます。